こんにちは。歴ショックです。今回は、今川義元以前の今川氏の歴史について紹介します。今川氏は、義元が徳川家康を支配下に置いたり、大軍で織田信長を攻めたりしていたことから、大大名のイメージが強い家ですが、今川氏の歴史は順風満帆なものではありませんでした。元は三河の少領主だったのが、足利支配下として数々の戦いを勝ち抜き、徐々に領地を増やしていった結果、戦国時代になってようやく、駿河、遠江、三河にまたがる大名へと成長したのです。今回は、足利氏の一分家だった今川氏は、どのように東海道の大大名に成長したのか。北条氏討伐から、室町幕府の守護大名を経て、戦国大名へと脱皮していく様子を紹介します。北条氏との戦いが今川氏飛躍のきっかけ。南北朝時代の今川氏。今川氏は、足利氏の一族として、征夷大将軍になる権利も持っていた吉良氏の分家という、足利氏の遠い親戚の立場にありました。今川氏の由来は鎌倉時代にまで遡り、足利義兼が北条政子の妹、時子と結婚し、足利義氏を産み、足利氏が執権北条氏と縁を持ったことが、今川氏誕生のきっかけです。その義氏も、北条泰時の娘との間に生まれた足利泰氏を嫡男とし、以降、足利氏は、代々北条氏と縁組しながら、室町幕府を開く足利高氏へと繋がっていきます。一方、足利義氏には長男の長氏もいましたが、北条氏の血を引いていなかったため、足利氏の所領である三河の国の吉良荘に入り、吉良長氏と名乗りました。長氏の後は、長男の吉良光氏が継ぎ、光氏の弟の国氏が、現在の愛知県西尾市今川町の周辺を与えられ、今川氏を名乗ったのが、後に東海の大大名となる今川氏の始まりです。今川国氏は、八代執権北条時宗の死後に起きた、平頼綱と足立康盛の争いである下月騒動で、頼綱側として、足立氏討伐で功績を挙げ、浜松周辺の引間の将を与えられます。国氏の後は、長男の元氏が継ぎ、元氏は5人の子を設けましたが、この時点ではまだ、吉良氏の足元にも及ばない小さな勢力でした。元氏の長男、今川頼国の代に鎌倉幕府滅亡を迎えますが、その後に起きた中仙台の乱で、今川氏は飛躍の時を迎えます。中仙台の乱は、北条時宗家最後の当主、北条高時の子の北条時行が鎌倉を奪還し、それを足利高氏が打ち破った戦いです。今川氏は、元氏の次男、今川範光が、北条時行から鎌倉を守る足利高氏の弟、忠義の軍の一員として、小手差しヶ原の戦いに出陣し、討ち死にしてしまいました。範光は、重病だったにもかかわらず、馬具に足をくくりつけて出陣したという話も残っています。他の兄弟は、時行に奪われた鎌倉を取り返しに行く足利高氏の軍の一員として、東に進撃しました。長男の今川頼国は、遠江に出撃してきた北条軍の大将、名越式部太夫を、佐与中山の戦いで討ち取る功績を挙げます。さらに、三浦時継が北条軍の大将として出陣した箱根の戦いでも、堅固な要塞を築く北条軍の背後を突き、北条軍を混乱させ、足利軍の勝利に大きく貢献しました。北条軍が最後の防衛戦とした相模川の戦いでも、今川軍は川を強行突破し、頼国、三郎の兄弟が討ち死にするも、足利軍の進路を切り開く功績を挙げます。この戦いに勝利した高氏は、翌日には北条時行を追い払い、鎌倉入りを果たしました。今川氏は、中仙台の乱で、兄弟5人中3人が戦死するという被害を出しながらも、足利軍の勝利の立役者となる活躍を見せたのです。生き残った2人のうち、1人は僧となっていたため、今川氏の家督は、末っ子の範国が継ぎます。その後の高氏は、後醍醐天皇を見限り京都へ進撃し、北朝を建て、南北朝時代が始まります。範国はこの頃に、中仙台の乱での活躍から、遠江の国の守護に任じられました。しかし、今度は奥州から、南朝側の北畠顕家が京都に進撃し、範国は北畠軍に敗れ、北畠顕家の進軍を許してしまいます。足利高氏も、二の青野ヶ原で北畠軍を迎え撃ちますが、
この時に乗国は、駿河守護であった石堂義房らが追撃を諦める中、今川軍だけで高氏の援軍に駆けつけました。結局足利軍は負けたものの、乗国の攻撃により北畠軍も損害を受け、京都侵攻を諦めさせることにつながりました。後に乗国は、追撃を諦めた石堂義房に代わって、駿河の国の守護の地位を与えられ、これ以降今川氏は、駿河の国に本拠地を置くことになります。やがて、足利高氏と忠義の兄弟喧嘩である官能の上乱が始まると、今川氏は高氏側につきますが、当初は忠義側が優勢で、乗国は駿河の国を忠義側に奪われるなどの損害を受けました。今川氏は、乗国のこの乗氏を中心に反撃し、駿河奪還を進めていきます。そして、高氏の援軍を得て、去った峠の戦いで、激戦の中、忠義軍を打ち破り、駿河を取り戻すことに成功しました。去った峠の戦いでは、乗氏の弟の今川貞代も活躍しており、この勝利をきっかけに、高氏は、鎌倉を攻め落とし、忠義を毒殺し、官能の上乱は終結します。今川氏は、官能の上乱での功績により、今川乗氏が遠江の国の守護式を与えられ、ここに、駿河、遠江の2カ国にまたがる大大名、今川氏の原型が出来上がることとなったのです。対鎌倉公方の最前線に置かれる、室町時代の今川氏。今川乗国は、官能の上乱で幕府の有力者が減ったこともあり、京都で幕府の一員として活動することが多くなり、後継ぎの今川乗氏が駿河守護に移動し、本拠地としての整備を進めていきます。乗氏は、官能の上乱の10年後に、父の乗国に先立って亡くなり、息子たちはまだ若かったことから、乗国は次男の今川貞代を後継者にしようとしました。しかし、貞代は一貫して、乗氏の子が後を継ぐべきと主張し、今川氏は、乗氏の長男、氏家を経て、次男の今川泰典が継いでいきます。今川泰典の時代は、三代将軍、足利義満の時代にあたり、義満は、強大化した各地の守護大名の討伐を積極的に行っていきました。今川氏は、東国を支配し、独立傾向を強める鎌倉公方対応の最前線とされ、富士山見物を名目に、義満自らが駿河の国に下校するといったことも起きています。今川氏は、義満の守護大名討伐にも積極的に参加し、6分の1殿と呼ばれた山梨を討伐した明徳の乱や、大内氏が討伐された大江の乱に出陣し、戦功を挙げました。また、泰典の叔父にあたる今川貞代は、義満の信任を受け、南朝勢力の強かった九州へ、九州短大として赴任し、菊池氏などと戦い、南朝方を制圧していきます。ですが、貞代自身が強大化してしまったことで、九州短大を解任されてしまい、最終的には、大江の乱で、大内氏や鎌倉公方の足利氏光に加担した疑いをかけられ、没落してしまいました。貞代が没落したこの泰典の代を境に、今川氏は徐々に遠江の国での勢力を失っていき、やがては、守護の座をしばしに明け渡し、駿河一国の大名になってしまうことになります。泰典の死後は、息子の今川乗政が継ぎますが、乗政の代に、鎌倉公方足利持氏と、関東管領の上杉禅宗が対立し、上杉禅宗の乱が勃発します。乗政は、幕府の鎌倉公方対応の最前線として持氏を受け入れ、幕府軍の主力として鎌倉に進撃し、上杉禅宗を撃破しました。しかし、今度は足利持氏と室町幕府が対立を深め、この対立は、六代将軍、足利義教の頃にピークを迎えます。義教は、足利義満に倣って、富士山見物を名目に駿河の国に下校し、足利持氏の挨拶を待ちましたが、持氏は現れず、義教は鎌倉公方討伐を決断し、今川乗政のこの代に戦いが勃発することになります。一方の今川家では、今川乗政の跡目争いが深刻化していました。乗政は、嫡男の今川乗豊に代わって、末子で、扇ヶ谷津上杉氏一族を母に持つ、押鹿範頼を後継にしようとしていました。ですが、将軍の足利義教は、対鎌倉公方最前線の今川氏が、上杉氏を通じて鎌倉公方に近づくことを恐れ、長男の範豊に後を継がせるよう命じます。
後継ぎ争いで混乱するのに嫌気がさした長男の範豊が出奔し、これを見た範政の次男今川範忠も後継ぎ候補として名乗りを上げるなど、三つどもえの後継ぎ争いが展開されました。さらに押鹿範頼には山梨、今川範忠には細川氏が後援につくなど、畠山氏の跡目争いに端を発した応仁の乱と同じ状況に陥ります。ですが足利義教が強硬に長男の範豊を押していたことで戦いには発展せず、そのうちに当主の今川範政が亡くなり、押鹿範頼は若かったことから、なし崩し的に次男の今川範忠が跡継ぎとなりました。しかし範忠の相続に反対する黒人一揆が頻発するなど、今川氏は内戦状態になり、これは鎮圧されるも、押鹿範頼、範光親子は今川氏内部の新たなお家騒動の火種となっていきます。自力で領地を広げ戦国大名へと飛躍していく。応仁の乱以降の今川氏、今川範忠の代になっても対鎌倉公方の最前線という今川氏の立場は変わらず、将軍の義教が鎌倉公方足利持氏を討伐した影響の乱に今川氏も出陣しています。今川氏はかつて敵対した関東管領上杉氏への援軍の大将となり、鎌倉公方軍と戦い先行第一とされます。さらに持氏の意地を担いだ結城氏朝による反乱結城合戦での先行を挙げ、義教に副将軍の座を与えられるまでになりました。影響の乱から15年後、足利持氏の意地で鎌倉公方となっていた足利重氏が関東管領の上杉範忠を殺害し、京徳の乱が始まると、範忠は征討大将軍として重氏を討伐する活躍を見せました。この後重氏は鎌倉を離れ小学坊となり、室町幕府からは新たに八代将軍足利義政の弟の足利政友が送られ、伊豆の堀越公方となり、今川氏は堀越公方の補佐を命じられます。今川範忠の後は息子の今川義忠が継ぎ、義忠の時代に応仁の乱が起きます。応仁の乱では遠江の国の守護である芝義門が西軍についており、義忠は遠江奪還を目指して東軍に属しました。この上洛中に室町幕府真所執事伊勢氏の一族であった北条早雲の姉北川殿を正室に迎えており、北条早雲が今川氏に来るきっかけを作っています。その後は駿河に戻り本格的に遠江侵攻を開始しますが、その途中に義忠は敵の残党に襲われ戦死してしまいました。嫡男の今川氏親はまだ6歳で、家臣団の一部はかつて跡目争いで敗れた押鹿範頼の子押鹿範光を後継候補に推すようになります。押鹿範光は上杉一族で堀越公方の家臣であった上杉政範の娘を母に持っており、その縁で上杉氏堀越公方が家督争いに介入する事態に発展しました。押鹿範光を推す上杉氏は太田道館に兵を率いさせ駿河に送り、今川氏親は命の危機にさらされますが、この窮地を救ったのが氏親の叔父にあたる北条早雲でした。早雲は押鹿範光が氏親が成人するまで家督を代行することで護衛を取り、上杉堀越公方軍を撤退させます。早雲は一旦京都に帰りますが、押鹿範光が氏親が15歳になっても家督を譲らなかったことで再び駿河に呼ばれ、範光を討伐し氏親を家督につける活躍を見せることになりました。氏親は父以来の悲願である遠江進出を北条早雲を大将に進め、早雲は三河にまで進出し松平氏とも戦うなど、今川氏はかつての領地をどんどんと取り戻していきます。しかし早雲は氏親と敵対していた堀越公方を滅ぼし、伊豆を領有したのを皮切りに相模方面へ進出していき、次第に三河遠江は不安定になっていきます。氏親の代には今川金目録と呼ばれる文国法が制定されるなど、今川氏は守護大名から戦国大名への脱皮を果たしていました。室町幕府は応仁の乱を経て力を落としており、かつて幕府の命令で鎌倉公方と戦っていた頃と違い、自らの力で領地を確保しなければならず、今まで以上に厳酷な領地支配が必要になっていたのです。また氏親は姉が公家の扇町三条実持ちの妻となり、自身の妻には大納言の中野帝信胤の娘寿桂尼を迎えるなど、京都とのつながりも急速に深まっていきました。
氏親自身も和歌を好み、京都の三条西実孝の指示を受けるなど、もともと文化都市として発展していた駿府は、氏親の代に東国有数の文化拠点に成長しました。氏親は50代で亡くなったものの、嫡男の氏輝はまだ13歳と若く、母の寿桂尼が実質的に当主の立場となります。氏輝は、母の貢献のもと、北条氏と提携し、甲斐の武田信虎と戦いますが、父の死から10年後、23歳で急死してしまいました。氏輝には子はおらず、弟たちの中から後継者を選ぶことになりますが、ここでもまた、家督争いが勃発します。この家督争いを勝ち残った人物こそが今川義元で、義元のもと、今川氏は戦国有数の大名へと飛躍していくことになるのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。今回の歴史ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴史ショックでは、Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。